遅くなりましたが、オープンキャンパス2022、4週間のオープンキャンパスということで、これから始めさせていただきます。まず最初に、総合生存学館長の、関山香織より、挨拶をお願いします。それでは関山先生。皆さんこんにちは。総合生存学館長の関山香織と申します。もう一人関山先生でいらっしゃるんですけど、本日はお休みの日に総合生存学館のオープンキャンパスにようこそお越しくださいました。京都大学大学院総合生存学館は京大で一番新しい大学院で、今年で設立10年目になります。最近ホームページをご覧になった方は、総合地の先端大学院というふうに歌っているのをご覧になったでしょうか。学問が高度化して多くの分野に細分化され、地が断片化されているというこの現代において、総合生存学館では分野横断的に地を統合して、社会課題の解決に貢献する人材の育成を目指しています。これまでの修了生は国際機関や国の公務員、研究機関、企業などに就職し、それぞれの場所においてグローバル化した世界における持続可能な発展と人類の幸福に貢献するために頑張ってくれています。ところで、総合生存学館は別名刺繍館というのを目にしたこともあるかと思うんですけど、これは総合生存学館が京大から文部科学省に対して提案した刺繍館プログラムという教育プログラムを実施する大学院として設立されたという生い立ちによるものです。今日のオープンキャンパスでも学生たちが刺繍館という言葉を使うかもしれませんけれども、この経緯についてご承知おきください。総合生存学科のミッションは、人類の生存に関わる地球規模課題を解決するための総合生存学という学問を確立すること、そして総合生存学の営みに根ざして社会変革に取り組むグローバルリーダーを育成することです。世界を見渡せば、戦争、パンデミック、気候変動、自然災害、環境破壊、少子高齢化など人類の日常と未来を脅かす諸問題で溢れています。こうした問題への意識を持ちつつ、持続可能な発展や人類の幸福実現に貢献し、世界で活躍できる、また世界と合して日本で活躍できる人材を育てたいのです。そのためにはリサーチ能力、博士の学位が取得できる研究能力を養うことが重要であると私たちは考えています。私たちが取り組む総合生存学は、教員と学生が共に作る新しい学問分野であり、地球規模の社会課題の解決を目指す実践的な学問です。その実現には分離の垣根を越えて分野横断的なアプローチを取ることが不可欠になります。そのため、学問体系の壁を払い、複数指導教員制などにより幅広い視野から研究を進められるような体制をとっています。この東一条館という建物が、総合生存学科の場所ですけれども、ここには学生の研鑽の場としてラーニングコモンズというのが私社の部屋ですけれども、学生たちはここで異分野の学生と交流しながら研究を進めます。また合宿型研修施設においては、異文化および異分野出身の学生と日常的に交流しながら、切磋琢磨します。さらに3年次から5年次に行う武者修行では、海外に6ヶ月以上滞在して実践活動に取り組み、グローバルな視野を持つ創造的に課題解決にあたる能力を身につけます。このような取り組みをしている総合生存学科の実際について、本日は皆さんに理解を深めていただければと思います。総合生存学科は5年一貫制の博士課程です。最短2年で修士の学位も取得可能ですから、まずは2年間のつもりで門を叩いてもらっても良いのですが、5年間腰を据えて取り組むことでこそ実現できることにより意義があります。ぜひこの5年間のカリキュラムで多くの人に博士の学位を取っていただきたいです。世界の変化に対応して
日本社会のさまざまな分野で変革が求められている今日、博士の学位を持った創造的リーダーを育てることは日本の将来にとって非常に重要であると考えています。皆さんぜひ総合生存学館で共に学び、社会をそして世界を変える活躍を目指せませんか。そんな皆さんの留学をお待ちしています。本日は最後までお付き合いいただければと思います。ご清聴ありがとうございました。それではですね、続きまして、教員長の斉藤圭教授より、学館紹介を行います。はい、はい、こんにちは皆さん、総合生存学館の斉藤と申します。本日はですね、オープンキャンパスにお越しいただき誠にありがとうございます。ですね、ちょっと10分15分ということで、まあ、うちの学館の魅力や特徴を説明させていただきます。ちょっと10分や10分だけでは説明できるかわからないんですが、かなり魅力ある大学院ですので、そこの、まあ、できる限り短く説明させていただければいいと思います。でちなみに、今、こちらの、まあ、大学4年生の方ですね、何名ぐらいいらっしゃいます？そこそこ、はい、いらっしゃいます。はい、うちは先ほど、学館長から説明がございましたように5年一貫制の大学院となっています。ちょっと5年一貫制っていうと、うんと思う方もいらっしゃるかもしれないですが、まあ、一般的な、まあ、世界では結構標準なんですけども、日本では一般的にこの2年の修士を取った後3年間の博士課程を得て博士を得るという形だと思うんですが、うちはですね5年一貫制ということで、まあ、大学4年生の後、すぐに大学院ということで我々総合生存学科に入っていただきまして、5年間一貫した教育をし博士を所得するという形になります。まあ、先ほど杉山学館長からも、まあ、2年で修士も取れるよという話がありましたが、まあ、うちは5年一貫制の博士になりますので、まあ、5年間かけて博士を取ることを目標とした大学院です。で、まあ、先ほどもありましたが、まあ、我々総合生存学科のですね、総合的な、まあ、分離融合研究といわば、まあ、俯瞰力を、まあ、誓うということで、まあ、そのような、研究を進めている大学院でございます。で、まあ、いろいろ特徴がございまして、まあ、テーラーメイド制カリキュラムですね、複数指導教員制とか、まあ、この分野横断型分離融合的学びっていうのの、まあ、このどのようにそれをやっていくのかというようなカリキュラムがいろいろ、まあ、工夫をしてまして、そのような特別なカリキュラムを組んでいたりします。または実践の重要性ということで、まあ、いかに社会実装を目指すかということも大きな柱となっております。で、まあ、総合生存学というのは何かということなんですが、まあ、これは皆さん先ほどから説明しておりますように、まあ、融合分離融合型とか、まあ、最近ですと総合知というのは国が、まあ、そういうキーワードを作っているんですが、まあ、この世の中の課題をですね解決するためにはやはり一つの専門性だけでは難しいというのは、もう今、まあ、共通の意識になっておりまして、それを解決するための、まあ、大学院であると。まあ、ちょっと例を申します。例えば自分とかですと、まあ、環境問題とかをですね、まあ、理系の観点からやってるんですけども、もともとはその理系の観点からやってたんですが、それだけではやはり解決できないということで、まあ、この横断型のことをやっているということです。まあ、環境問題というと、例えばまあプラスチックとかいう問題があったとしたら、プラスチックを作るだけじゃなくて、それがいかに環境にいいか評価してもらわなきゃいけませんし、それが経済でどう回っているのか、どういうような政策があるのか、じゃそれを作るためにエネルギーはどうするのか、実は複雑な問題が絡んでいます。例えば去年入学した学生ですと、例えば動物実験をなくしたいという課題があったんですが、じゃあどうするのかということで、今は、まあ、ラボンチップという、まあ、この動物を使わないでも実験するような、まあ、この、まあ、技術を学んでいます。ただそれだけを学んだだけでそれが解決されるわけではありませんから、まあ、5年間かけてそういうのをどのように解決するのかっていうのを学んでいく、まあ、研究していくということです。じゃあそのカリキュラムとしてはどうなっているのかということなんですが、まあ、テーラーメイド型カリキュラムということで、まあ、この学生の、まあ、研究テーマをが、まあ、学生側から提案するという形をとっています。まあ、当然我々が指導教員や、まあ、この複数指導制というものをとっていますので、こちらですね、複数指導教員制ということで、まあ、この、学際研究融合型研究を進める上で、まあ、1人の、まあ、先生ではなく指導員だけではなく複数の指導員で、まあ、この総合的に、まあ、指導していくという形をとっています。それによって、まあ、この、カリキュラムや、まあ、研究を進めていくと
ということです。またですね、まあ、これまたうちのユニークなところだと思うんですが、これを説明すると結構驚かれることが多いんですけども、全、まあ、合宿型研修施設ということで、まあ、寮に皆さん所属していただいて、まあ、寮の中で切磋琢磨しながら、まあ、この異国籍異分野出身の仲間といろいろ一緒に教育や、まあ、研究を進めているという形をとっています。実はこの建物の上もですね、寮ですね。なので4年生5年生とかこの上に住んでますし、それ以外にも2つ寮を持ってまして、そちらに、まあ、1、2年生、3年生は住んでいるという形になっています。今のところ、まあまあ、高熱費等するのはまあ、いろいろなできる限り寮生に負担がならないような、まあ、費用設定にしているということです。はい。でですね、まあ、人材育成のための教育プログラムということで、まあ、これもちょっと特殊なんですが、1、2、3年時にできる限り、まあ、複数指導体制を取りながら、ある一つ、まあ、研究の方を進めていただいて、でまあ、イメージ的には、まあ、その一つの、まあ、何かしらの専門性を強めていただいて、その後、この4年生、5年生で武者修行、VBR、プロジェクトベースリサーチ、ちょっとこれが重なってますが、進めていただいて、まあ、この分野横断型の、学際的な、まあ、総合知の、博士を目指していただくということです。ですから、まあ、専門研究70、実践力30というふうには一応説明はしています。要するに最初の3年間で、まあ、専門教育をできる限り強め、残り4年生、5年生でさらにそれを実践的に、分野横断的に進めていくということですが、当然最初の1年次から分野横断型の考え方を持って進めていくということです。で、まあ、そういう意味で我々はこのそういう研究や教育の場をいろいろ考えておりまして、まあ、寮があるだけではなく、まあ、複数指導制ということ、まあ、指導員制ということで、まあ、1人の指導員だけではなく何名かの指導員で学生を見るということと、まあ、塾技講師、まあ、後ほど説明しますが、塾技というものでいろんな他の、例えば会社の社長とかですね、宇宙飛行士とか特別なこの専門性を持たれている方々にもいろいろ講師陣としてお呼びして講義を行っていただいたりとか、あと京都大学というのは皆さんご存知のように大きな大学でして、いろんな、まあ、研究家がございます。そういう意味でその学内の協力教員と一緒になりながらこの大学院を作っていっているということです。はい。で、まあ、こちら説明しましたように、まあ、教育施設を持っているという形になります。で、まあ、国際機関や企業との連携も、強めておりまして、まあ、卒業生にも国連機関に、まあ、就職した方もいらっしゃいますし、いろんな会社や、まあ、いろんな企業と一緒に、まあ、当然武者修行やその後の VBR とかございますので、進めていっているということです。でちょっと時間はございませんので、カリキュラムの方、まあ、具体的なカリキュラムの方をささっとご説明させていただきますし、させていただこうと思います。まあ、この1、2、3、4、5、5年ございまして、まあ、1年生、2年生の時に、まあ、ある程度広くですね、学問を学びながら、研究の方を進めていく。でそれを、まあ、全て統合して最終的に武者修行や VBR をこなすことによって、まあ、学術論文やワーキングペーパーを出版しながら、博士論文としてまとめていくという形になります。はい。ですので、まあ、未来の自分を想像しながら目指す課題解決を、で、まあ、学キャストをしながら、じゃあこういうその課題を解決するためにはこういうことが必要だよねというようなことを学びながら研究を進めていく、教育を進めていく、まあ、進めていくということです。ですので、まあ、こういう課題を解決したい、そのためにはじゃあこういうことを自分は勉強しなきゃいけない、こういうように研究を進めていかなきゃいけない。ですからテーラーメイドカリキュラムがあり、まあ、塾技サービスラーニング英語力対話の武者修行 PBR とこなしながら、まあ、実践的な研究に、発展させていくということです。でこの1年生2年生の時にですね、この8C というものがございまして、こちらはですね、やはり入学した当時ではですね、やはりこの学部当時の、まあ、この専門知識が、まあ、しか、まあ、持ってないというのも変ですけど、まあ、そちらに偏っている場合が多いですので、他の分野のことも学んでいただくということで、8C と
というものの、ございまして、自分の、まあ、学部時代の専攻以外の、7つの分野から過去に単位、まあ、取得していただく、履修していただくというのがあります。またこの熟議という仕組みを持ってまして、まあ、この、まあ宇宙飛行士でありますとか、この大学会社の社長でありますとか、まあ、代表取締役でありますとか、この特別全権大使、元特別全権大使でございますとか、このようないろんなこの専門、特別な専門性を持たれた方々のお話を聞く熟議というようなあのが必修科目としてございます。でこちらでですね、このそういう方々のお話を聞いて、いろいろ議論を、まあ、進めながら、自分に必要なことを学んでいくということです。で、まあ、1、2年生の時にサービスラーニング A、B もありまして、当然社会実装をするためには社会の仕組みもする必要があるということで、まあ、あのサービスラーニングという形で A と B ということの単位もございまして、こちら、まあ、あの B ですと海外、もともとはこの海外で、まあ、いろいろなことを学んできていただくという形だったんですが、今はコロナ禍ということで、まあ、いろんなオプションの方を用意していますが、このような形で、まあ、海外、実際の現場も見ているというところもうちのカリキュラムとしては一つの特徴となっています。で、まあ、総合生存学科ということで、総合生存学というものはですね、まあ、学生とともに、まあ確立しておりまして、まあ我々の仕組みとしてはこの総合生存学の研究をするためには研究会というものをいろいろ開いておりまして、こちらの研究会に学生を所属していただきながら、まあ、複合型な、まあ、研究を進めています。まああのウェブサイトを見ていただければ分かりますが、うちは本当にいろんな研究会がございまして、まあ、ワインドフローリビングや、まあ、自分で言うとグリーンキミスルとかですが、まあ、あと、ネットワーク社会研究会、持続可能な経済研究会とありまして、できる限りこの全ての分野を網羅できる形を進めております。で、まあ、あのこれ近年、まあ、そういう意味で学生と教員が一緒になりながら、まあ、この総合生存学を作り上げていっておりまして、そういう意味で、まあ、2001年に本の方も刊行されております。で武者修行に関しては、まあ、6ヶ月以上、まあ、海外国際機関に、まあ、修行に行っていただくということと、まあ、VBR、まあ、それ最終的に、まあ、そういう今までの専門教育や武者修行を踏まえて、まあ、プロジェクトベースリサーチということで、まあ、実践的な研究を最終的なまとめとしてしていただくということがございます。まあ、これが武者修行、先ですが、まあ、見ていただければ分かりますように、結構、まあ、いろんなところに行ってまして、OECD やユネスコとかですね、あとは、まあ、あの海外の大学とかですね、まあ、あの国際機関や、まあ、研究所といろいろなところに皆さん武者修行に行っております。まあ、ちょっとですね、この、去年とかはやっぱコロナ禍ということで、なかなか海外の、まあ、武者修行先が難しくてオンラインになったりともしておりました。で、VBRの、まあ、テーマがこちらですね。はい。じゃあ、ちょっと、駆け足でしたが、以上をもちまして、うちの学科の特徴、まあ、特色を理解していただけたら幸いです。はい。以上をもちまして、次の、発表者に移りたいと思います。いや、それではですね、私の方から、私はここから発表させていただきます。よろしくお願いします。まずですね、修了生のキャリアパスを出しまして、将来紹介させていただきます。まあ、本日もですね、実は修了生の一番人気は、ここに、来ていただいたり、参加していただいたりします。キャリアパスで、総合生存学科のですね、キャリアパス、特に我々は、社会でですね、実践力のある、博士人材をですね、育てるということがそもそもの一社として、ありますので、もう設立当初からですね、卒業生をやはり国際機関、あるいは大手企業、あるいはアカデミー、こういう目標を持ってですね、進めてまいりまして、まあ、実際に国際機関、国連機関ですね、国連機関とか企業、そして大手民間企業の、いわゆる幹部候補生というようなカテゴリー、あるいは国外ですね、まあ、いろんな機関、またアカデミアですね、あるいはその自分で NPO を立ち上げたりする、そういった学生もあります。国際機関ですが、これはですね、4週間プログラムの方の学生が2人、FO に、入っております。現在はですね、山脇氏はですね、アジャイカ、これでですね、パリで OECD との関係を調整しています。白石氏はですね、現在、京都大学の助教としてやっております。お二
2人ともですね、あの一時はですね、FAO に就職して、FAO の、 実際のオフィサーはですね、一つの大学から2人も国連職員が FAO に入ったのは初めてだと、そういうふうにおっしゃっていました。まあ、2人とも非常に国際経験の豊かな生徒として頑張りました。またですね、リーさんという方が、バイナーをですね、コンサルタントとして働かれました。今、彼女はおそらく、プライベートカンパニーに勤めております。アカデミアですが、こういった形ですね、立命館大学、アジア太平洋大学、ビルのですね、東京で平野さん、これは総合生の機関の、卒業生でございます。九州大学講師ですね、長沼氏、そして九州大学の助教のキーリー・アレックス氏が、います。あとですね、京都大学のインフラセンター技術、技術産業、産学協同講座の特定研究として、皆さんがあります。そしてですね、アドイノベーション産学協同講座、これ、ちょっと名前が変わったんですが、そのまま、特定研究として、アンさんが働いております。そしてですね、最近ですが、この方はですね、大学院総合制度の中からエネルギー科の研究科に、移られた方ですが、武田修太郎氏、去年、今年の3月もですね、こちらの特定研究所をやっておりましたが、4月からですね、4月から九州大学の都市研究センターの実況所になっております。まあ、この、うちに関係する、アカデミアの方というのは、ここですね、実は先ほど述べた、シアシコスキ氏、フェローからですね、京都大学農学研究科の助教になっております。国内機関として、今日もですね、発表いただく予定の中本天保氏が国税庁に入っております。そしてですね、公益財団法人の地球環境戦略研究機関というので、田中優吾氏がですね、入っております。国外研究機関で、ローレンス・バークレー・ナショナル・ラボラトリー、佐々木さんが、活躍されているということです。はい。しばらくちょっと日本に帰っていらっしゃらないので、どうしていらっしゃるでしょうかと、気になると思います。民間企業です。今日発表いただくこのアクセンチュアの関さんですね。今日は、本当はここに来られる方だったんですが、オンラインで発表いたします。セブン&アイ・ホールディングスの野村彩香さん。この方はですね、去年、本のキャンパスで発表いただいております。ジェックス・キンズムには、ヨウさん、がいらっしゃいます。ジェックス・キンズムからですね、アクセンチュアに移られた、高橋さんというのがあります。ノーバルディス・ファーム、株式会社、シューさん。アスデラス製薬株式会社の奥さん。パタゴニア・インターナショナルの藤村さん。アイオイニス・ドーバーさんとの藤田萌さん。この方はですね、本日いらしておられまして、後ほど直接発表していただく予定です。アジオンエンジニアリングの森子チャリーさんです。PWC コンサルティング合同会社の前田さん、ムンムン株式会社の桐山さん、そしてですね、この4月からですね、株式会社私立建設の羽尾和樹さん、なんです。で、ここに CEO って書いているのはですね、サーキュラーエコノミーオーガニゼーションと申しまして、まあ、これは総合制度学科だけじゃなくて、東大とかですね、慶応とか、反対とか、まあ、8つの大学ですね、合同にデータサイエンティストのですね、企業に送り出すという仕組みなんですが、市中間、総合制度学科からの卒業生はですね、まあ、これで、4、5、6名ですね、市中で、まして、まあ、非常に優秀な人材を送っているということで、まあ、ぜひ来年もというようなお話もいただいているということで、まあ、非常にいい状況になっている人です。まあ、関氏、これ後で発表していただきます。そしてですね、例えば NPO ですと、一般社団法人の総合生存学インパクトセンター、愛しますという組織を、実は、これ知事じゃない、いいですね、すみません。知事と書いてます、すみません。横浜さんが、やはりその総合専門学科のキャリアパスにおける強みですが、これはですね、やはり例えば CEO なんかを通じて思うんですが、やはりその研究の強い人っていうのは、それは日本のいくらでもいいわけですし、他の大学にもあるんですが、やはりその、うちはですね、社資業ってなりまして、
それでやはりその国際機関等にですね、半年以上の期間を必修しています。でここ2年か3年はですね、コロナがありました関係ですね、オンラインのインターンということを実施しておりましたが、まあ、それでもですね、ユネスコとかですね、まあ、そういった国際機関に多数の学生がおせる。中にはこのコロナの中でちゃんと専門の機関で頑張っている学生。その中でやはりこの培われた語学力っていうのは非常に大きな柱ではないか。で語学だけではなくて、やはり国際機関で仕事をやる、話す能力っていうのは非常に強い。そしてですね、今申し上げました CEO ではですね、すでに6名の先輩方がいます。でこれはですね、それだけではなくて、いわゆるその Python を中心としたデータサイエンス業務を見ます。で当方はですね、データサイエンスに関する事業もいくつか提供しておりますので、文系理系を問わずですね、そういった能力を培うことができます。やはりもう、ね、先ほど言いました語学力と、あとやはり熟議ですね、いろんな会社の社長等のお話を直接聞いてですね、いわゆる実践力、またビジネス力、また異分野異分校のキャンパスでですね、いろんなところで刺激を受けてですね、やることによるビジネス力というのを身につくのではないかと思います。で、これ後でですね、皆さんが言われますが、CEO でもですね、これは東大、慶応、関大、いろんなところなんですが、認定式ですね、実は2回、うちの学科の学生が最後に講演しているということです。まあ、以上でですね、簡単にキャリアパスについて発表を終わらせていただきます。こんにちは。はい。まあ、ちょっとどんな感じのことを研究やってるのかなっていうのを、まあ、リラックスして、聞いてもらえればいいかなというふうに思ってます。ありがとうございます。私の、研究、ファイナンスの研究をそもそもやってるんですが、そのまあファイナンスをやる以前はですね、工学の研究をしていた関係で、まあ工学的な手法を使いながらですね、ファイナンスというものもやってみようというのが主な研究テーマになっています。で、最近のトピックとして、ファイナンスの中でもサステナブルなファイナンスというのに興味を持って研究をしていて、その中で ESG 投資っていうものの研究をやっています。ESG 投資って聞いたことあります？はい、じゃあ、はい、ありがとうございます。で、その ESG 投資って一体、何なのかっていうこと、その概要と、意義、それから、まあ、私のやってる研究で、ESG 投資の中でどんなことが分かってるということをまあお伝えしたいと。学問なので、基本的には何かこうクエスチョン。でそのクエスチョンに対して答えを出していくということをやっていきます。で最初のそれなんですけど、 ESG 投資って一体何なのか意義なんですけど、まあ、ESG 投資、ESG っていうぐらいなんで、環境とか社会とか、ガバナンス統治といったものに、重きを、それまでの、まあ、ある種金儲け主義だけではなくて社会にとって良い行動を、後押しするようなそういうような投資をするということをやっています。でその中で特にですね、責任投資原則というのがあって、国連によってですね、定められたそういう投資の手法が、あります。でこの ESG 投資というのは、その投資 BRI と呼ばれるような責任投資原則にのっとってお互いを行った ESG 投資というものが、まあ、ある種どん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 増えてきているというのが、まあ、社会の今の流れになっていて、で、日本もですね、全体的に2014年から、都市を追うごとに日本も投資が増えていると。で、アメリカなんかも増えている。で、ヨーロッパなんかが減っているのは実は言うとこの ESG というものが、何でもかんでも ESG というわけにはいかないので、その ESG のその、決まりというものを、強くしていく、ある種何でもかんでも ESG にしなくしていったので、まあ、ちょっと減っているという傾向がありますが、全体的には投資としては増えていて、主なものとしては株への投資、ESG 投資とか、まあ、聞いたことあるかもしれないですけど、グリーンボンドと言われるような債券、すなわちお金を借りるようなそういうような仕組みの中でグリーンなもの、あるいはコロナに対するボンドというようなものが使われています。で、その中で7つ投資手法があっ
って ESG の投資の中にはその ESG というものを情報をちゃんと繰り込みましょうとか、それから負のものはダメよねと、例えばギャンブルとか、タバコとかそういうものはダメよねと、であとは、より強く株主に対してもっとこうやって ESG 推進してくれというような投資手法もあるし、他にはある種の国際基準みたいなものに従って、ESG 投資を進めていくとか、それからサステナビリティのテーマごとに、投資を行うとか、それからよりポジティブなもの、サステナビリティをしっかりやっているところに投資していこうというような、そういうような流れ、あとはインパクト投資と呼ばれるような、解決に直接影響するようなそういうような企業への投資が行われているということです。でちょっとこれ時間がないので、簡単に言うんですけど、今まで ESG 投資っていうとどっちかというと会社のアピールで広告だったんだけども、近年の流れとしては広告宣伝の効果だけじゃなくて、すなわちコストだけじゃなくて実際にリターンをもらってると、いうことが、社会にとって役に立っていると、でその上儲かっているということが国連内で、言われるようになってきました。すなわちエゴと言われるような世界からエゴというような、そういう世界に変わってきたということです。でこれ全体の流れなんですけど、 ESG 投資っていうのはお金の話なんで、投資家が、ある基準に従ってお金を集めて、でそこから投資されて企業はリターンをという形になるんだけども、その中で ESG の経営、 SDGs の経営というのを企業がやっていて、この ESG 投資を使って実際に企業の行動を切り続けすると、これが一つ目の役割になります、意義になります。でもう一つはサステナビリティというものがこう流行ってくると、そのリスクを評価するようになるので、これも市場の一つの役割だと、意義だというふうに考えています。すなわち今までサステナビリティってお金、評価されてなかったね、だじゃなくてちゃんとこのサステナビリティも評価しようというのが2つ目の意味です。でちょっとこれは専門的な、リスクの話なんで飛ばして、で時間もあるんで、2つ目の問いに移ります。ここからはちょっと研究の話なので、中身が、興味がある人と興味がない人と、人によって、ちょっとねなかなか、あるんですが、要はこう ESG 問題って社会の中で問題になってるんだけど、実際にそしたらこれ本当にリターン上がってんのと、で実際にそのパフォーマンスどうなってるのと、じゃあちゃんとデータから見てみましょうということをやっています。でこれ、論文になった、もので、ESG の成分、すなわち ESG というものを入れ込んだら、その入れ込んだことによってその企業のリターンがどうなっているの、リスクがどうなっているのというのを研究した論文です。で、何やったかというと、 ESG が入っているようなそういうような資産と、全く同じプロファイルなんだけど ESG が入ってないようなもの、それを入れて実際のリターンを調べてみたと。で、どういう資産かというと、投資信託なんて聞いたことないかもねと思うんだけど、投資信託というのは、投資家からお金を集めて運用会社が運用する。でただ運用するときにはその対象として、今回はハイイールド債っていう特殊な資産、まあデータが取れたんでこういうものであって、でハイイールドっていうのは危ないし、倒産しそうな企業を集めたような資産、すなわち信用リスクが低いような、リスクが高いような資産の、について ESG 入ったと入らなかったらどうだったのだろう、リターンがどうなの、リスクがどうなのかっていう研究をやりました。でモーデルはここら辺が私の研究 の、 元なんですが、多分皆さんあまり興味ないと思うんで、なんか数学的なモデルを使ってます。数学的なモデルを使って、まあ、簡単に言うと、既存のモデルとニューって書いてあるような新たなモデルの価格があって、価格が取引の需給によって決まるよっていうモデルで、こんなのが取引の需給の量に関するもので、で新しいアセットの、取引に関する量というものはこの既存のものに対してから影響を受けるような、そういうようなモデルになってるよと。で影響の受け方は既存のモデルの、ごめんなさい、既存の資産の影響を受けるような、そういうようなモデルになっている。
でここはあの、私の研究に興味ある人だけ聞いてもらえばいいと思うんですが、そういうようなモデルを作って、で、今度はこのモデルをある、ね、計算手法で、伊藤の公式って数少ない日本人で世界的に有名なファイナンス世界に有名な伊藤清さんって数学者がいるんですよ、京大の、名誉教授の先生なんですけども、その人が使った公式を使って、まあモデルをより細かく、理算化してやって、でパラメータを推定してやった結果、言えたことはハイイールド債という、資産、ESG が入ってないものと資産と、その入ってるものの資産の相関は、価格が下落したときに相関が離れる、すなわち価格が下落したときには違う動きをして、ある種一緒に落ちないというような結果が得られた。で、これなんですけど、これコロナ。で、コロナのときには、この資産の相関、ESG があるものとないものの、その間の相関が落ちて、すなわち価格がここでダウンと ESG のない資産落ちたんだけども、ESG のある資産はそこまで落ちなかった。すなわちリスクに対して強靭だということがこの結果から言えました。で、2つ目。で、リターンについても ESG があるものとないものを比べると、まあ、リターンを高くの値なんですけども、リターンは、ESG がないものほど落ち込んでないというような、ある種リターンもそれなりに確保している、リターンもちゃんと ESG 入っている方が大きいよっていう結果で、リスクもリスク量を取ってみると、 ESG がある方がリスク量が少なく出る、特にコロナの時は ESG、 コロナが始まった時は ESG のこのリスクが少ないよ、低く抑えられているということがお分かりました。そういう意味で、これは一つの資産に過ぎないんだけども、ある資産のクラスを取ってやって、ESG というものが入っている投資と入ってない投資を比べると、入っている方がより、リスクに対して強靭で、それからリスクも発現してない、パフォーマンスもそれなりに保たれるというような結果が出たという、こういうような研究を、一例としてやっています。はい。で、まとめになりますが、ちょっと早いかな、はい、はい。で、今回やった話っていうのは、まあ、ファイナンスの世界、ESG 投資って一体何なのっていう話を、しました。で、これすごく最近流行りで、すごくこの職、あります。ESG とかグリーンファイナンスとか、そういうようなことをやる、仕事って今後すごく増えてきます。グリーントランスフォーメーションとかサステナビリティトランスフォーメーションをしている企業すごく多いんで、この職すごくあの、人気が、求人があります。で、それから、で、それもいいんですけど、で、その意味は一つには SDGs を、目指す企業の、まあ、切り続けをするというのがこの ESG 投資の一つの役割、すなわち SDGs の企業は達成する。で、投資家、金融側は、ESG 投資によって企業をちゃんとサステナビリティな方向に、持っていかせると、そういうような、切り付けをする。だから、すなわち今までみたいに金融がただ単に金儲けをするだけではなくて、ちゃんと社会にとっていい方向に企業を、まあ、ある種指導していくみたいな、そういうような役割がある。で、もう一つの役割は、下に書いたんですけども、こういう ESG の投資が進んでくると、サステナビリティというものに値段がついています。で、今までサステナビリティなもの、例えば海とか山とか、そういうもののようなものって、なかなかこう値段がつかなくて、どうやって価値を評価したらいいんだろうってみんなが悩んでたんだけども、こういうサステナビリティっていう切り口、サステナビリティファイナンスという切り口によって、サステナブルファイナンスで、ESG 投資とかっていう切り口を持って、ある種、こう、サステナビリティのリスクを評価して値段をつけるという、そういうような役割を負っているということになります。で、最後、2つ目の問いですが、ESG 投資っていうのは、まあ、メリットあるの、やる気あるのっていうことを、まあ、一つのアカデミックスな研究ですけども、ESG が含まれている資産と同じ条件で ESG が含まれてない資産を比べて、その2つのリスクとリターンを比べると、リターンは ESG がある方が、それなりに保たれているし、
リスクは ESG がある方が、より低くなっている。特に、危機が起こったような時、ESG の入れているものは、危機に対して強靭だと、そこまで一緒に落ちないということが、分かりましたという研究です。はい、そういう意味でそのこういうですね、ESG 投資とかいうものが今後ですね、企業の中で、どんどん進んでいくと。今ヘッジファンドの、友達と話なんかしても、ESG なし、お金を集めることはできないというようなそういうようなことも言っているので、まあ、こういうことを、進めていければいいかなと思っています。であと、まあ私の研究室こういうことを研究してるんで、まあ私の研究に限らず他の先生いろんな研究されてるんですけど、こういうサステナビリティとファイナンス、そういうことに興味があれば、一緒に研究できたらいいなというふうに思ってます。はい、それじゃね、駆け足になりましたが、今日は、これで、私の方から終わります。はい、私京都大学大学院総合生存学科の博士課程4年の風間浩と申します。今日は総合生存学館の研究についてお話をしたいと思います。少し斉藤、少しがだいぶ斉藤先生が喋っていただいた内容を話すことになると思うんですけど、まあ、僕目線から見た総合生存学館の研究についてちょっとお話をしていきたいなと思います。あくまで僕目線、僕の意見ということで受け取ってください。目次ですね、総合生存学館の目指している研究について、ここら辺は斉藤先生が話していただいた内容になってきます。各学際研究についてで、研究の社会実装に向けて、まあ、僕自身が思っていることを考えていることについてお話ししていきたいと思います。まずは総合生存学館が目指す研究ですね。斉藤先生からもお話があったように、思春館というのは8子というさまざまな分野の、視点から研究というのを見る試みをしています。実際にカリキュラムの中でも、まあ、8子に関わる、まあ、自分の専門以外の分野の、講座を取って単位を習得して、まあ、俯瞰して問題を見る能力を身につけていこうという取り組みを1年生2年生かけて行っています。で、思春館のウェブサイトを見ていただくと分かるように、グローバル問題やユニバーサル問題について分野横断、分離融合アプローチを用いて解決策を提言するだけでなく、社会実装すべく実践的な研究に取り組んでいますと書かれています。まあ、そこでやっぱりキーワードとして、キーワードとして研究が社会実装、研究を用いて社会実装ということに取り組んでいくということが、まあ、読み取れると思います。ただこの研究から社会実装に、ね、持っていくというのはものすごく難しい問題で、まあ、僕ら自身もどうやってその研究を社会実装していくのか、この乖離をどうやって埋めていくのかというのはやっぱり1年生入った時からものすごく悩んだ問題であります。で、現在4年生になってきて、じゃあこれはどういうふうに解釈したらいいのかっていうことについて今回ちょっと話していきたいと思います。で、次は学際研究についてですね。学際研究ですけども、まあ、思春館で8子っていう8つの、学問を、まあ、元に研究っていうのを考えているんですけども、まあ、これだけやっぱり発信っていう学問横断分離融合っていうのを考えると、学際研究っていうのはどうしてもキーワードとして出てくる言葉になっていきます。じゃあちょっとこう単純に、シンプルにその学際研究って何なのかっていうのを辞書で調べてみると、一つの目的と関心のもとに多くの隣接する学問領域や協業して研究するものとされているっていうふうに書かれてるんですね。つまり、まあ、僕がこれを読み取ってどういうふうに思ったかというと、問いに対してさまざまな学問の分野の視点が存在するっていうふうに僕は捉えたんですね。つまりある問いがあって、例えば経済学の視点だったら経済のその問題が存在して、でもそれが、情報学や医学の視点から立ち位置から見るとこういう問題点が存在するよね。でそういう視点によって学問の分野によって視点が変わる、問題の見え方が変わるっていうことを、理解しようっていうことが学際研究だと思ったというのが僕の 1,2 年生の時の理解でした。まあ、つまりこういう、2つの学問
で見て、その問いを2つ複数の学問で見て、その間に空いてる穴であったりとか、その問題というのをどういうふうに埋めていくかっていうことが、学際研究だと思ったんですけども、これを見た場合どうしてもその、社会実装っていうところへの到達点が見えなかったんです。僕は問いを確かに見ることができる、その違う学問から見ることによって問いに対する新規性は出てくるんだけども、それを社会実装に持っていくっていうところに全然複数の学問で見ることによってアプローチしてないなと思いました。ここで次に、研究の社会実装に向けてどう考えていくのかということです。ありがとうございます。やっぱり研究なので、僕は専門分野っていうのはすごく大事だと思っています。よく思春館っていうのは社会課題を解決する研究家ということで、よく入ってこられる方でものすごく社会課題に対して意識を持ってこられる方がいるんですね。例えば貧困問題を何とかしたい、難民問題を何とかしたい、その大きい問題に対してアプローチするんですけど、大きい問題に対して最初学問を、じゃあその中からどういう学問を選ぼうかなっていうスタンスで言ってしまうと、その問題っていうのは、こういう社会問題ってものすごく複雑な問題なんですよ。例えばそれは経済が関わってたり、医療が関わってたり、それも政治が関わっていたり、でどこからアプローチしていくのかっていうので悩んでしまって研究が全然進まないっていうことが起こりうるんです。実際僕も1年生の時はそうでした。なのでまず専門分野を決めるっていうことはやはり研究家なので絶対大事だと思うんです。僕は専門分野ってのはどういうことかというと、問題に対する自分のスタンスを決めるっていうことだと思うんですね。例えば貧困問題を僕は経済という視点で見ます。貧困問題を医療という視点で見ます。貧困問題を教育という視点で見ます。その視点をまず決めることが大事だと思います。これがです。だからこの専門分野をまず決めて、その問いに対してはやはり先行研究を見たりとか論文を見ることによって探していくっていうのが上等手段だと僕は思っています。じゃあこの問いがそのまま社会実装につながるかっていうと、僕はそんなことないと思うんですね。まあ、なぜかというと、問いをそのまま社会、このある専門分野でやったものを社会でやってみました。で僕はこれは社会実験だと思ってます。社会実装するためにはもっとたくさんの乗り越えないといけない壁があって、そこにみんな難しさがあるから、研究の社会実装ってどうするのっていう壁にぶち当たるんです。でこの問いに対して答えれないと、思春館っていうのはやっぱり思春館で研究をする意味っていうのがなかなか出てこないのかなと僕は思っています。じゃあ、一つこれ問いに対して学問っていうのがあるんですけども、何個かもしれないですね。そうですね、社会実装っていうのが、この後ここにもう一個出してもらっていいですか。はい、社会実装っていうのがあるんですけど、例えば真ん中の問いに対して社会実装に行くまでの学問っていうのを考えたときに、僕は、学際性を考えるときに学問の共通点を探そうであったりとか、学問と学問のその領域の被っているところと被っていないところを考えようってするのはものすごく高度なことだと思っています。だって例えば僕が全く知らない医学の分野であったりとか、それを農学の分野であったりとか、そういう分野の他の分野と被っている核心を探すっていうのは、その分野の専門家じゃないとわからないはずですよね。まずはその分野をガーッと全部勉強して、あ、ここの分野とここの分野が被ってるから、この点を抜き出して研究しようっていうのはかなり高度な研究だと僕は思っています。で、僕が思ったのは、学問社会実装に持っていくためにすごく大事な点っていうのは、学問の被ってる領域を探すんじゃなくて、あくまでまず自分の専門分野からリーチするその結果に対して、じゃあこの結果を社会実装する上で、アプリケーションする上で何が足りてないのかっていうことを考えるってことが大事だ。具体的に僕の研究、僕の研究で話してみると、僕は都市計画の分野で今研究をやっています。どういう研究かっていうと、歩道、今社会、都市開発をしていくときにもっと人が歩きやすい道っていうのはどうしたらいいのかっていうふうに、歩道の設計、都市の中でどういうふうに歩道を設計、どういうインフラとどういうインフラを伝えたら
歩きやすいのか、人が歩きたくなるのかっていうのを分析する研究をやってます。じゃあ例えばこの道こういうふうに歩きやすいですっていうのがデータ出た時に、それが社会実装になりますかって、僕はそんなことならないと思うんですね。でこのデータを取ってこれがそのまま社会実装になりますっていうふうにしてしまうと、僕らは現実問題のところに学問からアプローチができない。これつまりどういうことかっていうと、今僕らは現実問題で起こりうる問題からデータを取ってるんですね。つまり現実問題が進むに対して、それに対してデータを追うから、学問は現実問題をずっと学問に影響を及ぼすけれど、学問は現実問題に影響を及ぼすことが難しくなってくるんです。僕らはやはり学問の分野からも現実の問題に対してもっと影響を及ぼしていく、お互いに影響を相関をし合って学問と現実でお互いに成り立って自分たちの社会というのを築いていかないといけない。じゃあ例えば僕はその都市歩道を整備しないといけない、その歩道を整備するためには人が外に出て、今リモートなどが進んでますけど、フェイスフェイスで人を合わす必要がある。リモートが進んであまりこう人は外に出てないけど、フェイスフェイスで人を合わす必要があるよねっていう課題でやってますけど、これが僕がそのまま工学の専門だったら、論文の中で先行研究でこれが課題になってるからこれをやってますっていいんですけど、僕らは社会実装を目指しているから、じゃあフェイスとフェイスで会うためには何でそれが必要なのかっていうことをアカデミックのところから定義する必要があるんですよ。それが実証主義を支えるための僕は啓蒙主義的な研究だと思います。哲学であったりとか人文というのは 何のために必要なのかっていうと、こういう経験値から考えられる学問というものがないと、やはりその自然科学やデータを取るっていうところを、何からどういう変数を取ったらいいのか、どういうデータを取ったらいいのかっていうところの、推測であったりとか、仮説っていうのはなかなか難しいのではないか。それが僕の青いところです。でさらに黄色いところでは、その取ったデータを今度社会に還元していくためにはどうしたらいいか、人がいたりとか、政治があったりとか、経済があったりとか、そういうものが存在して、これらの自分の専門領域からがどの立ち位置のか、どういう研究、この僕の自分の研究がどういう役に立つのかっていうのをしっかり理解した上で、社会実装に向けてどの立ち位置にあるかを理解した上で、今足りないところをちゃんと俯瞰してみるっていうことに、総合性の学科の研究の意味があるのかなと思っています。まあ、最後のまとめですね。総合性の学科のやっぱ研究のっていうのは、一つはやっぱり専門分野における新規性っていうのは必ず必要だと思っています。さらに先ほど話した研究成果の社会実装における立ち位置です。あなたの研究は何の役に立つんですかっていうことが、基礎研究であろうが社会実装に近い位置であろうが、必ずそこをこう意識して研究を行っておくっていうことがすごく大事だと思います。そしてそれを理解した上で、社会実装に向けてアプリケーションの方法を考える、ここが社会総合生存学科の研究の重要性、他の研究家との大きな違いなんじゃないかなと思っています。やっぱりこういうふうに、その研究っていうものがその社会にどういうふうに影響していくのかっていうのを考えることによって、まあ、サステナブルな、ただ単にその場その場の問題解決につながるんじゃなくて、その研究が今後社会でどういうふうに生きていくのか、政策提言から、行政とかいろいろなところに関わって、サステナブルな社会課題の解決に貢献できるっていうところが刺繍科の研究の面白さだと思っています。やはりこういうその社会問題を俯瞰してみる、そこでどういうことが必要なのかっていうのを理解した上で社会に出ていく、これが総合生存学館からグローバルリーダーへという道筋なのかなと思っています。ぜひこういう課題、こういう研究に対する考え方、どういうふうに社会に貢献していくかっていうのを考えるっていうことを一緒に考えたいのは、ぜひ東市場館でお待ちしています。ありがとうございました。では始めます。皆さんこんにちは。3回生のゼルダと申します。今日は刺繍館でどのような生活を過ごしているかの紹介をさせていただきます。まずは簡単な自己紹介ですが、私の出身はアメリカのシアトル市です。
シアトルは歴史的にとてもダイバースな街なので、子どもの頃から多文化、多言語について興味を持つようになりました。大学では国際学を専攻にし、卒業後に日本の金融機関で働き、日系企業の海外派遣のサポートなどをしていました。で、金融と国際発展の関係により興味を持ち、2020年から GSICE に入学することにしました。現在は金融包摂とジェンダーについての研究を行っています。主修間での学生生活は主に授業、研究、学生実習活動の3つの部分に分けられます。これから一つずつ紹介していきます。まず授業では8種の単位の取得が必要であります。先ほど風間さんからも説明がありましたが、原則としては自分の専門分野以外の7分野から1科目ずつの履修をします。で、学科だけでなく他研究科で8種の単位を取ることもできます。私はこのような授業を履修しました。今まで触ってきた分野以外の授業を履修するのは視野を広げるための重要なステップでした。この写真は華道と茶道を履修した時の写真です。毎週実習と加え、この芸術の歴史だったりフィロソフィーとかの講義も受けました。で、1回生の1年間は土曜日に塾議が開催されています。これは国際機関、NGO、企業とかで活用している多様なトップリーダーが来られ、90分間の講義、90分間ディスカッション、そして1時間の懇親会が行われます。国際的に活用している先生方からの知識を得られ、普通だとあまり話す機会のないような方々と緊密に交流できました。中では、カリアの中で非常に悩んだ時の話を聞かせていただいたり、一緒に解けるケーススタディを設定していただいたり、毎回どのような塾議になるのかとても楽しみでした。塾議をされている先生の一覧が刺繍科のホームページにあるので、もしご興味があればぜひ検索ください。授業の中のカリキュラムでサービスラーニング A と B というものもあります。これは社会性の育成に向けた研修やボランティア活動です。数年前までは福祉センターとか老人ホームで研修を受け、サポートやインタビューをさせていただいていました。コロナになってからはオンラインでできるような活動に変わりました。例えば私の場合だと、サービスラーニング A はGSICEの学生と卒業生が運営しているプログラムで、ラオスの日本センターと JICA のラオスオフィスの共同で、ラオスの調査研究をオンライン上でさせていただきました。で、もちろん授業の取得以外に研究を進めるのも重要です。そのために研究のご指導もいただきます。GSICEにはこの複数指導教員制度というのがあります。主指導教員は GSICE 内での先生を選ぶんですが、外部委託教員というのは、京大内の別の研究科の先生の指導をお願いすることができます。研究指導の一部として、複合系研究会があります。頻度とか発表人数は研究会によって少し違うんですが、週に1回とか2週間に1回、決まった曜日に集まり、学生が研究発表を行います。で、先生や他の参加者の質問に対応してコメントをもらいます。もちろんコミュニケーション能力を高める機会ですが、先生も他の出席者もいろんな分野から来ているので、自分の研究を新しい観点から見て議論する場でもあります。
授業と研究以外にオフィスアワーが先生と話せるチャンスです。週に3回先生方が研修施設に来て学生と交流する時間が設定されています。これは、研究やキャリアの相談をしたり、もちろん他の話とかでも気楽にコミュニケーションが取れる場です。で、2020年からはコロナの影響で主にオンラインになっていますが、そのコロナ前だと食事会とかもこう楽しく行ってたようです。ちょっと私の前なんですけど。で、学生自習生活は例えばいろんな同好会を開いています。学生の趣味によっては茶道、ランニング、映画部とかもあります。で、卒業生とコミュニケーションを取るため の同窓会もあります。ここからは生活に使っている研修施設の紹介です。研修施設は甲子房、先鉄房、そして東一条館の3階の3つがあります。いわゆる学生寮になり、学生による自治管理になります。それぞれ寮長がいて、月に1回みんなで大掃除とかやっています。私が今住んでいる甲子房のシングルルームはこういう感じです。木材で作られています。で、家具としては机と本棚、ベッド、クローゼットとかがあって、キッチンとユニットバスもついています。甲子房の共用スペースです。1階にはキッチンとラウンジがあり、コロナ前だと食事会とかパーティーに使えた場所です。で、茶室、和室があるので茶道の練習とかメディテーションに使われています。で、中庭があって金魚と鯉も泳いでいます。これが隣にある先鉄房の個室です。雰囲気はちょっと違いますが、機能と置いてあるものとかは甲子房とあまり変わらないです。先鉄房の共用スペースです。先鉄房は甲子房と変わって和室はないですけど、代わりにラウンジが複数ありまして、で、ラウンジもとても広くてソファーがいっぱいあります。なので結構プロジェクターを使って映画館とかにすることもあります。確か2階か3階に筋トレスペースがあるとも聞いてます。これが東一条館の3階です。これも甲子房と先鉄房と似たような感じです。学生は学生証を使って3つの施設にアクセスできるので、ニーズに応じて活用しています。次、東一条館の2階にあるラーニングコモンズです。まずは個人用の机とロッカーがあり、これは研究とか課題に集中できるようなスペースです。で、コモンズの1人用のスペースがある向こう側に共用スペースもあります。ここは大きなテーブル、大きなスクリーン、そしてホワイトボードがあるので、グループワークだったり、学生の間の意見交換とか助け合いとかに使える場所です。で、刺繍館はいろんな専門性や経験を持った学生、そしていろんな言語が話せる学生がいるので、例えば自分が困っている部分があれば詳しい人に相談したり、自分が力になれる部分があったらそれを貢献したりして、すごくコラボがしやすい環境です。で、トランポリンとかプーさんもこっちにあるので、個人スペースでストレスになっているときはこっちに来てストレス解消ができます。で、最後にこの刺繍館の周辺とかがあまり詳しくない方がいればのためなんですけど、とても住みやすい場所にあります。歩いて30分ぐらいのところにショッピングセンターがあり、近所に郵便局、スーパー、飲食店、レストランとかがいっぱいあるので、
はい、結構にぎやかな場所です。で、鴨川や京都の観光スポットも近くにあるので、こう研究と同時に生活を楽しめる場所だと思います。私からは以上になりますが、もし質問などございましたらお気楽にご連絡ください。ご清聴ありがとうございました。皆様はじめまして。2回生の富田キアナと申します。本日は会場に行かれず、ビデオでの参加となりますが、どうぞよろしくお願いいたします。現在私は災害現場におけるリーダーシップについて研究をしています。刺繍館に入学する前の経緯としては、まず日本の大学を早期卒業しまして、その後イギリスのケンブリッジ大学、そしてエジンバラ大学にて修士号を一つずつ取得し、コロナ禍の影響もあり帰国することとなってしまいました。この先どこで博士号を目指したらよいかと考えていたところ、刺繍館と出会い、グローバルな環境で専門分野の異なる先生方や学生と切磋琢磨できるところが魅力的だと感じ入学いたしました。さて本日ですが、私からは課外活動についてお話しさせていただこうと思います。刺繍館では通常教室で受講する授業や毎日の研究のほかに、サービスラーニングという学外でのボランティア活動がカリキュラムに含まれています。私はこのサービスラーニングの一環として2つのボランティア活動を行いました。1つ目は昨年開催された東京パラリンピックでのボランティア活動です。テレビでご覧になった方も多いかと思いますが、パラリンピックに携わるボランティアの内容は多岐にわたっています。その中でも私は選手村の中で担当国の選手に付き添い、日常生活や会場移動のお手伝いをするというサポート内容を行いました。ここで気がついたのは、選手村の広さが問題になるということです。私でも端から端まで歩くと30分かかるため、車椅子や杖を使用するパラリンピック選手にとっては選手村内での移動にとても不自由を感じていることが分かりました。競技の練習会場に同行した際には、異なる種類や障害の重さを持つ選手の方々が一堂に会してそれぞれの練習相手となっている様子がとても印象に残りました。大会全体を通して外見だけで選手にどのような障害があるのかを判断することはできないと体感し、それぞれの選手に適切なサポートを提供することの難しさを学びました。2つ目は、知的障害を抱える児童が通う特別支援学級でのボランティア活動です。まず自閉症や多動症などを抱えた児童は決まった席について学習することが困難なため、大きなオープンスペースで学習しています。また時間的な余裕を持ったカリキュラム設定がなされており、一つの行動に時間を要する児童でも安心して通えるようになっていました。ただし児童の個人的な性格に加え、抱える障害の状況は一人一人異なっているため、それぞれの子が困難や不自由を感じるポイントは全く異なっているようでした。そのため特別支援学級でも様々な障害を抱えた児童に対して、それぞれの状況に見合ったサポートを理解・判断することの重要さを痛感しました。東京パラリンピックでは身体に障害のある選手に対してでしたが、特別支援学級では精神に障害のある児童と接することにより、どちらの場合においても障害と一言で表しても多種多様なものがあることを改めて実感しています。このように普段大学院生として授業を受けたり
研究活動に勤しむ中では関わることの少ない児童と触れ合うことで、障害に対してもより広い視野で物事を捉えられるようになりました。3つ目はミスコンテストを通じた社会活動です。私は昨年世界三大コンテストの一つであるミスワールドに挑戦し、京都大会グランプリをいただきました。その後の全国大会でも準グランプリを受賞し、現在は準ミスワールド日本代表として活動しております。大会の審査部門の一つには SDGs に関連した活動を発表する場があり、私は4週間での災害研究をもとにしたプレゼンテーションを行いました。普段の研究の成果がこのような形で発信でき、とても嬉しく思っております。また全国大会当日にはステージ上でスピーチをする機会もいただき、ここでは4週間での豪雨災害に関する研究を海上自衛隊の活動と絡めてお話しすることができました。まだ4週間に入学してから1年と少ししか経っていませんが、いろいろな課外活動を通して充実した学生生活を過ごせています。4週間では世界で起きている複雑な問題について、一つの分野では解決できなかったことを複数の分野を統合することで解決していくというサバイバビリティ、生存学を学ぶことができるのが特徴です。いろいろな分野を研究することで多角的な考え方ができるようになり、私のように研究以外の課外活動にも多くの良い影響を与える場合があると思います。ですのでご興味ある方はぜひ入学を検討なさってみてください。私からは以上です。ありがとうございました。どうもありがとうございます。あのじゃあご発表よろしくお願いします。現在ですね、学センターで働かれていまして、ね、またあの総合生存学館 の, あのソーシャルイノベーションセンターですね、連携研究ということで京都大学にもいただいてますし、非常勤講師ということでビジネスアナリティクスも。それでは先生様、よろしくお願いします。画面共有、はい、ありがとうございます。じゃあちょっと画面の方を投影させていただきます。よいしょ。はい。今画面見えていらっしゃいますかね。はい。ありがとうございます。では、はい、ご紹介に預かりました、関と申します。まあ、大まかには自己紹介的な話は、今井先生にいただいた通りではあるんですけれども、まあ、1年2ヶ月前にこの4週間を卒業しまして、今は某コンサルティング会社で働いているという感じでございます。まあ、一応もう少し詳しめに書いた自己紹介資料としてはこんな感じになってまして、でまあ、4週間で何をしてたかと言いますと、まあ、風間さんの話に乗せて考えると僕が、答えを出したかった問いっていうのは太陽の爆発だったんですね。ご存知かどうかわからないですけど、太陽では左下の図ムービーのようにですね、まあ、時計で太陽フレアっていうでかい爆発が起きまして、まあ、それによって大規模な停電が発生したりですとか、まあ、衛星が壊れてしまったりだとか、まあ、そういった社会的な問題がいろいろ危惧されていると、報告されているということがあります。で、それに対してまあどうやってアプローチして、まあ、その課題に対する答えを出そうかということで、まあ、専門として僕がよるべとしたのはやっぱり、まあ、物を知らないと何もならんだろうということで、まあ、物理と。いうことをまあ専門として、まあ、その太陽フレアによる社会的な影響をどうやって軽減するのかみたいなのを、ずっと研究してきました。で、まあ、2017年には今日お昼アイラペティアンさんが発表されていましたけれども、アイラペティアン先生が所属されている NASA の GSFC に、
まあ、ちょっと研究に行ったりですとか、まあ、あとは富田さんもそう聞かれてましたけど、まあ、ケンブリッジ大学の、まあ、ダンプっていうところですとかシーザーっていうところに、これ武者修行ですね、武者修行として、まあ、1年間、研究に行ったりしてました。で今はですね、まあ、もう少し民間の力を借りて何かそのなんて言うんでしょうね、こういった災害的な問題に対して、アプローチできないかということで、アクセンチャーという会社で、働いております。まあ、学歴はこんな感じで、で、まあ、宗教観は、はい、京都大学の天文台の先生方ですとか、あと山敷先生、あとは前の学館長である高良先生などと一緒に、まあ、研究の方はさせていただいておりました。そうですね、まあ、ちょっと何話そうかなと思ったんですけれども、まあ、一応卒業生としてあえて話すんであれば、まあ、ちょっと自分が5年間実際に学んでよかった点をちょっとお話ししようかなと思いました。まあ、大きく分けて3つありまして、まあ、1つ目は自分のレーゾンデートルをまあ見出せたことっていうんですかね。まあ、やっぱり何でしょうね。大学院5年間で一番幸せなことって考える時間がたっぷりもらえることだと思うんですね。で、その中で、まあ、総合生存学、生存ってついてるぐらいです。で、まあ、なんで生きるんやろうとか、どうやって、自分のなんだ生きがいはないんやろうとか、まあ、そういったことをまあ本気で考える人がたくさんいらっしゃるわけですね。なんで、まあ、自分の、なんでしょうね、生きがいだとか、そのミッションみたいなものを見出すには、まあ、この環境っていうのはとても素晴らしい場所だったんじゃないかなと、今思えば、思いますね。で、二つ目ですね、これ意外と、なんだろう、当たり前だけどできてない重要なこととして、人の価値観が本当に人それぞれだってことを、嫌顔でも知れるっていうのは、とても今思うと、貴重な経験だったなと思います。どうしてもやっぱり一つの事業会社、事業会社っていうのはまあ普通の民間企業ですとか、まあ、あるいはどっかの組織に長く所属してしまうと、自分の周りの環境が当たり前だと人はまあ思ってしまうと。だけどやっぱりそんなことは決してなくて、まあ、人それぞれ正しいと思ってることはみんな違うし、だからこそ人が人それぞれ大切だと思ってることが違うってことを知ってるだけでも、それこそ風間さんの話じゃないですけど、研究成果の社会実装という面ではとても大切なことだと思います。まあ、その意味で言うと、この4週間というのは、まあ、哲学やってる人もいれば、僕みたいに太陽物理学やってる人もいるし、まあ、この後展望さん来ますけど、僕の同期の展望なんかは、税法ですね、法学のずっとやって、法学の研究をずっとやってましたし、まあ、そういういろんなことをやってる人がたくさんいるということで、何が大切で何に価値を置いているのかっていうことがみんな違うということを気づけるっていうのはとても大切だったなと思います。で、最後3つ目はですね、寮ですね。これ意外と、まあ、寮ってどこにでもあるし、まあ、普通だって思われるかもしれないんですけど、その寮で意外とその同期とか後輩とか先輩と語るのが今思うとすごく貴重な経験だったなと思います。まあ、これは先に述べたこの1番と2番をこの何でしょう、まとめ上げる1番と2番を実現するためのその必須のツール、場所として、まあ、この寮っていうのが素晴らしい効果を発揮してくれたんだなと今思えば思います。で、まあ、僕の記憶が正しければ、もし皆さん1週間来られることあれば、皆さんも、5年間、まあ、武者修行の期間があるので、結局は4年間になるんですけれども、まあ、4年間、こちらの寮に住むことになりますので、まあ、ぜひ寮で住みながら、同期の人と、まあ、今はちょっとコロナなんで難しいかもしれないですけど、コロナが明けたとしたら、もう夜までお酒でも飲みながら語り明かすみたいな、まあ、そういった熱い場を、時間を過ごしていただければなと思っております。まあ、こんな感じで実際で学んでよかった点として、まあ、3つほど、まあ、自分の生きがいミッションみたいなことを見出せたことで、2つ目、まあ、その価値観だとか大切だと思うことはみんな違うっていうこと、でそして3つ目、その1と2を叶える量っていう素晴らしいツールがあるっていうこと、まあ、そこがですね、まあ、実際で学んで一番良かったことかなと思っております。
ぜひ皆さんもですね、もし実際に興味がございましたら、まあまあ、これだけじゃなく素晴らしい点たくさんあると思いますけれども、まあ、僕の個人としては、こういった点に注目しながら、5年間過ごしていただければなと思っております。はい。で、まあ、最後はですね、とはいえ、まあ、正直、まあ、実際に結構厳しい大学院で、まあ、学びは多いからこそ厳しいところでもあると、まあ、そういうわけで、まあ、どういったところに厳しいのかとか、まあ、あとはどういったところでクリアしていけばいいのかですとか、まあ、そういうパスの仕方みたいな話はいくらでもお伝えできるかと思いますので、まあ、もしご関心とかご興味ございましたら、まあ、こちらのメールアドレスまでご連絡いただければなと思います。はい、以上で僕の発表は以上です。中本天望と申します。どうぞよろしくお願いをいたします。本日はなぜ私は総合生存学科に入学したのかということについて、お話をすることができればなと思っております。まず私の、学科の入学する経緯から今に至るまでをについてお話をさせてください。私はもともと高校を卒業して、そのまま法学部に入学をいたしまして、そこで法律の勉強をしました。で、非常にその時に公平性、平等であったりとか公平っていうところに関心を持ちまして、国際的な税逃れっていう現象について、グローバル課題について研究したいなという意識を持ち、そこからこの総合生存学科に入学をいたしました。で、総合生存学科に入学し、その中で海外武者修行としてOECD という国際機関で国際課税ルールの形成に携わるインターンシップをさせていただく経験を得て、ただいまの国税庁という職場で仕事をさせていただいている国際課税に取り組んでいるという次第になります。で、私の研究した国際的な税逃れについても簡単に説明をさせてください。よくどうして税金について研究をするのか、税逃れがどこが問題なのかということを聞かれることがあります。一つの例を例えば想像していただきたいんです。4つの会社が世界にあったとして、それぞれみんな同じ1億円の利益を出したとします。で、1つの会社は国内だけでビジネスをしていて、法律に従うと税金を1000万円支払わないといけない。で、もう1つの会社は国内だけでなくって海外でも事業している。で、そうすると同じ税金のルールに従うと、なぜだか知らないけれど払わないといけない税額が100万円になってしまうという問題です。で、これが不公平なんじゃないかというのが1つ。で、もう1つが、同じ国内と国外、海外で両方ともビジネスをしているけれども、1つの会社は製造業を行っている。で、この会社は、法律に従うと1億円儲けたけれども800万円税を支払わないといけない。もう1つの会社は同じ1億円儲けてるんだけれども営んでいる事業が IT ビジネスを営んでいるので200万円しか支払わなくてもいい。これも不公平なんじゃないかということで、こういうところに非常に問題意識を感じまして、国際的な税逃れについて研究をしたいと思い、総合生存学会に入学をしたという次第になります。で、この税逃れという問題は、実は法学の税法という分野であったりとか、経済学の中で財政学とか公共経済学といった分野があるんですけれども、その分野の中でも研究がされています。で、なぜ私がそしたら法学研究家であったりとか、あるいは経済学研究家に進学をするのではなくて、どうして総合生存学科を選んで総合生存学科で研究をしたいかと思った理由をについて、今日はお話をさせていただければなと思っております。その理由は大きく2つあります。1つ目が、このグローバル問題に、国際的な税逃れという課題に対して分野横断、分離融合的なアプローチを用いて研究することができるという理由が1つ。2つ目の理由が、異なる分野、例えば私もともと法学部出身なんで、法律がどちらかというと専門分野になるんですが、法律という専門分野以外の人たちと一緒に、あるいは私、日本という国の以外の海外の人たちとも一緒に切磋琢磨することができる環境が総合生存学科にはあると思って、他の研究科に進学はすることなく総合生存学科を選んだということに次第になります。で、私はどのような具体的にどのような研究を行ったのかについて説明をさせてください。この国際的な税逃れっていう現象については、これまでは伝統的には法学、税金の法律、税法といった分野で研究がなされてきたり、経済学の中の公共経済学、財政学といった分野で
国際的な税逃れという課題に対してどう取り組むかという研究がなされてきましたけれども、私はこの総合生存学館に進学をしてネットワーク科学というデータ分析の一つの手法を用いてこの課題に取り組みました。で、具体的にどのように取り組んだかというと、ここからちょっと話がちょっと複雑になるのでうまく説明できたらなというふうに願っているんですが、すみませんお付き合いをください。ネットワーク科学の中で、よくある研究の一つがインターネットの研究というのがあります。今私もこう Zoom で参加させていただいてインターネットを使用しているんですが、でインターネットでデータを送信するときって直接例えば私の今のパソコンと京都大学のパソコンが直接連携しているわけではなくて、いろんなサーバーを経由してデータが送信されていると、いうことになっております。例えば話ちょっと複雑になりますと、私が日本にいてアメリカのホームページを見たいときは私のパソコンから日本のどこかのサーバーに接続をして、いろんなサーバーを経由して私が見たいアメリカのホームページ、ウェブサイトの情報が登録されているサーバーまでたどり着いてデータを送受することでインターネットをしていると思うんですけれども、その時にこのインターネットネットワークをどういうふうに作ったら効率的に作れるのかっていう研究があります。それがネットワーク科学でなされていて、でどういう経路でアメリカまでデータを送受信するのか、どういうふうにしたら あまり長い経路を通ると時間がかかってしまうので、より短い時間にするためには最短の経路、距離が短い経路を探さなければならない、であと、たくさんデータが送受信されるのでそれぞれのサーバーはどれぐらいの、能力が必要なのかっていうような研究をすることがネットワーク科学であります。今これダラダラと話をしてしまったんですが、でそれが私の国際的な税逃れとどう関係するのかということなんですけど、次のスライドをご覧ください。つまり私は、この総合生存学館5年間研究を取り組んで、私にとっての一つの発見で私が伝えたかったことは、このインターネットの中でデータを効率的に目的のサーバーまで送信する、例えば私が日本にいてアメリカのウェブサイトからのデータまでデータを送るということと、利益をタックスヘイブンといった軽課税国にお金を移転する、つまり税逃れをするということは実は同じなんだということを言いたいのが、私は5年間取り組んだ研究でこの考え方のもとに論文を書いたということになります。で、まあ、伝わったか伝わってないか非常に申し訳ない、私の説明能力は低いんで伝わってないかもしれないんですけど、こういうような感じで私個人としては分離融合的なアプローチに取り組んだということです。なので今までの、 学問分野では国際的な税逃れは法学とか経済学の問題として考えられたけれども、実はこの問題は視点を変えてみるとネットワークの問題として捉えることができるよっていうことを、言いたく、でそれでそのために研究に取り組んだっていうのが私の5年間の研究になるわけです。で、この総合生存学科を選んでよかったなと思うことは、こういうふうにその何て言うんですか、違う学問分野のものの見方、違う学問分野のアプローチで研究することができる環境がこの総合生存学科にすごい備わってるなと思って、すごく、進学をして総合生存学科で研究することができてよかったなと思っています。現役の学生さんであったりとかご説明あったと思うんですけれども、総合生存学科では講義8という講義があって、それぞれの分野の先端の専門の先生方がそれぞれの分野ではどういう問題意識を持っているのか、どういうアプローチから問題を取り組んでいるのかっていうのを教えていただけるので、それを柔軟に自分の問題意識、自分の研究したい内容に取り組んでいくと面白い研究をすることができるのではないのかなというふうに考えています。で、2つ目の理由はですね、この2つ目の異なる分野、異なる国の仲間と一緒に切磋琢磨できるということについてお話できたらなと思います。で、海外サービスラーニング、先ほど少し触れられてたと思うんですけど、海外サービスラーニングっていうプログラムがあって、その中で私たちミャンマーの農村で調査をするっていう、プロジェクトがありました。で、具体的には農村に新しく道路ができて、その道路ができたことによって農村に暮らす人々に対してどのような影響が与えられたのか、それがいい影響だったのか悪い影響だったのか調査しましょうっていうことでプロジェクトが立ち上がりました。で、このプロジェクト面白いことが、いろんな専門分野の学生が集まって研究をします、調査をします。総合生存学科なんで、私はもともと法学部から来た学生なので法律がバックグラウンド
で私の同期の先ほどプレゼンテーションありました関は物理が専門なんで物理がバックグラウンド化学はバックグラウンドの学生もあれば心理学のバックグラウンドの学生もいていろんな専門分野の学生が同じプロジェクトに取り組みますそうするとやっぱりいろいろ考え方が違ってて例えば理系の学生は研究室でよく実験をしているので因果関係を測定するためには厳密に調査をしなければならないという意見があればいや文系の学生にとったらそんな社会の中で社会は実験室じゃないんだから厳密に測定することなんて無理なんだよという意見があってその議論を戦わすそれが非常に勉強になったしあこういう学びって総合生存学科でしかできないなというふうに思いましたもし私が例えば、経済学研究家とか言ったら周りは全部経済の学生なんでみんな経済っていう物事の視点から物事を考えるんでこういう議論って起きないと思うんですけど総合生存学科はいろんな学部からいろんな人が集まってるのでみんなやっぱり考え方が違うのでそこについて議論したり戦わせたりするのって非常に重要だなって非常にいい学びになったなというふうに思っていますで総合生存学科は例えばこの、先ほど言った海外サービスラーニングであったりとか複合型研究会研究成果発表会というように自分の専門分野のとは違う人に自分の研究内容を説明しないといけない自分の研究専門分野とは違う人と自分の研究内容について議論しなければならない機会がたくさんありますでそういう議論とか説明をすることを繰り返していくことを通して違う人にも先ほど私の同期の関も言ってましたけれども自分と考え方が違う人にどう納得してもらえるかどう理解してもらえるかっていう訓練をすごくできたのはすごくよくってまた自分と専門分野が違う人がどういうふうに考えていてどういうところに興味を持っていてどういうところに着目するのかっていうことを知ることができたのは総合生存学館だからこそできた学びだなっていうふうに思っていますでこれで私の最後のスライドになりますでこの総合生存学館で分野横断、分離融合的なアプローチを用いて研究をすることによって、固定観念に縛られない柔軟な発想に少しでも近づくことができたのではないかと思っています。今ちょうど私の職場も、私も国際課税という国際的な税制という分野に対して仕事として取り組んでいるんですけれども、ちょうど今100年に一度の国際的な税制のルールを変えるということを今、130カ国以上が取り組んでいます。その理由は今の経済活動の方法が変わったからなんですけれども、こういう激変する社会の中で、どういうふうにしたらより公平な社会を築くことができるのか、総合生存学館で学んだことを通して固定観念に縛られずに、社会のために、世界のために働くことができたらなと思っています。あとこうして異なる分野とか異なる国の人と一緒に切磋琢磨した経験を通して違う国の人たちとも一緒に国際的な問題の課題国際的な課題の解決に対して取り組むことができたらなというふうに願っております私からの発表は以上ですありがとうございましたそれでは始めさせていただきます現在アイオニ制度が損保に所属しております藤田と申します私こちらちょっと大変ごちゃごちゃしてしまって申し訳ないんですけどもまず自己紹介から始めたいと思います思春館に入学する前に海外にて複数回短期含め留学しておりカリフォルニア大学やオックスフォード大学などに行った経験がございますその後京都大学の経管理大学院で MBA を取得し思春館に入学をいたしましたで思春館でいただいた貴重な経験としまして、何点かお伝えしたいと今日は準備してまいりましたが、1点目のその NGO エアミャンマーっていう内容は先ほど高本さんからすごく詳細にお話しいただいたかと思いますので、ちょっとそちら割愛しまして、2点目以降の海外記者修行ですね、計画からお話ししたいと思います。こちら海外記者修行で、4年時に、UNDP ボックス、国連開発計画、のタイのバンコクリージョナルハブということで、アジア太平洋地域の統合的なを統括しますハブセンターに参りまして、こちらで主にレポートの執筆に携わったんですけども、ミャンマーで健康エンデックス保険であったり、農業保険の導入というものを考える際にはどういう仕組みが必要かといったフィジビリティスタディのレポートに携わりました。そしてその後、UNDP ベトナムのインターンなども経た後で、こちらは就職に直結するインターンシップなんですけども、先ほど MC 先生からもお話がありました通り、CEO というデータサイエンティストを育成輩出する事情となっている機構がありましてそちらのご尽力のもと弊社現在は弊社って呼んでるんですが第4人制度は損保でもうカスタマイズしていただいたインターンシップを6週間から8週間経験させていただき、まあ、実際に当時は一学生だったにもかかわらず企業の保持している社費義務とかもある重要な生データを実際に触ってデータ分析を行って、まあ、研修を受けながら最終的に役員の
前で発表するという貴重な経験をいただいた結果、ご内定をいただき、現在、アイオニ制度場に、所属しております。で、研究なんですけども、私、ちょっと卒業してから2年後にちょうど、今年3月に博士号を取得いたしまして、ちょっとそのタイムラグがあるんですけども、その間、本日、山崎先生と、あと、おそらくオーディエンスに参加されていらっしゃいます、佐藤先生、また、佐藤先生と斉藤先生を含めまして、4名で、共同執筆をさせていただきました。こちらの論文ですね、先ほどアイラベリアン氏のお話にもありました通り、サイバーフレアというイベントが今日お話が今日上がってたと思うんですけども、こちらの、頻度と強度を、推定したことで、それをもとにした理数評価を行った論文がサイエンティフィックレポートに掲載をされましたので、記者代表を行ったり、またそれに、関した、CO での、認定常識の発表などを行ってまいりました。で、現在は、データ分析というよりはよりこうサービス事業化をスピーディーに進めようといった部署に移動しておりますので、こちらの、本研究をよりこうサービス事業化、使用表現化といったところにつなげていきたいという、弊社のメッセージなのかなと感じております。で、ということで、本日はお昼にアイラベリアン氏から、タイフレーに関する、貴重な声がありましたという経緯もありまして、ちょっと今回 その研究について、説明をしたいと思っております。こちらはですね、過去2000年間に発生した太陽フレアの頻度と強度、および最新のシミュレーションにより得られた太陽放射線被曝線量率の、緯度、経度、高度、時間という次元空間的列データを解析した上で、こちらの被曝による航空機の、運航計画変更に伴う経済的損失リスクの軽量化に世界で初めて成功したものとなります。結果、被曝回避をするための、その低高度への飛行高度の変更であったり、キャンセルといったことを必要とするような巨大な太陽フレアの発生頻度は、約17年に1回ということが分かりまして、またその対策コストを考慮した1年あたりの経済的損失リスクは、こちら、毎日運航する長距離便の場合、最大約1500メートルということが分かりました。今のが概要で、背景なんですけども、そもそも航空機搭乗時の宇宙船による被曝というものは、航空産業従事者の方のみならず、一般の、方々にとっても重要なトピックというふうに認識をされており、国際社会におきましては、例えば ICRP によって、航空機乗務員の放射線航行に関する、最新のガイダンスが設定されていたり、また相手からは、こちら宇宙放射線被曝線量に関する情報が提供されているという動きがあります。またそもそもの背景としまして、航空機搭乗者の宇宙船被曝には2種類、銀河由来と太陽由来の放射線が寄与することが知られています。で、銀河宇宙船の強度の方は、電車の方は時間的な変化が小さくて低い線量であることが特徴なんですけども、放射の、太陽放射線の強度につきましては、こちら一番大きな強度で太陽フレアというものが発生すると突発的に増加してしまい、短時間だとしてもその線量率が非常に高く、なってしまうということで、放射の年間被曝線量限度と比べましても、このような大きな太陽フレアが起こっている間は、航空機のキャンセルであったり高高度を下げるといった適切な対策を講じることが望ましいということで、そのために必要なコストと効果を見積もろうというふうになり、またさらにそれに必要な太陽フレアの発生頻度を評価しようということで、本研究を先生方とともに進めさせていただきました。こちらちょっと概要欄を提供します。まずですね、本日いらっしゃっている佐藤先生が開発されました太陽放射線被曝警報システムワサビーズより推定しました太陽放射線被曝線量率の次元空間時系列データを用いた上で、5つの太陽フレア、イベントですね、に対して、また8つの飛行経路に対して、さらに2つの巡航高度、高度12キロと9キロの80条件に対して、最大積算被曝線量と被曝線量率の両者を評価したものとなっております。そしてその被曝線量の評価をした後にですね、宇宙船中性子観測という地上の中性子モニターを用いた観測方法であったり、あと、湖北や氷床中に含まれる、放射性炭素の濃度から、過去に起きた太陽フレアを検出するという分析結果などを用いて、こちらの左のスキャタプロートにあるように、太陽フレアの発生頻度とその強度の関係を評価しました。またその際、使いましたし、指標としましては、1つ目、太陽放射線の強度を表す指標として、従来より専門研究などで使われていた太陽放射線強度の中性子モニター係数上昇率の積分値
といった自称積分強度 EII といった指標だけでなく、今回この論文で瞬間的に太陽光射線強度が高くなる、その瞬間の最大線量率を考慮したピーク事象強度という指標も新たに提案して解析した結果、それぞれの頻度が1ミリシーベルトを超えるような大きな規模の太陽フレアというのが47年に1回起こるということが分かり、また80マイクロシーベルトパーアワーを超えるようなレベルのものが17年に1回起こるということが分かりました。これらをもとに、じゃあ実際具体的にどのように被爆線量低減対策を考えていくかということで、先ほど申し上げたようなコードを変更するといった、プロトコルが一つ目考えられます。もう一つはもうそもそも、止められないということでキャンセルさせてしまうといったことで、この2種類のプロトコルを、考えた上でそれぞれコストを算出し、でこちらの式にあるように経済的損失リスクというものを算出した結果、それぞれ、飛散線量の場合は500ベドル程度で、最大線量率の場合は1500ベドル程度の経済的損失リスクが、生まれてしまうということが分かりました。で、今後の予定ということなんですけども、こちらはその社会への実装といった部分になるかと思うんですが、まさに今宇宙ビジネスというのが盛んになっているところで皆さんもご存知かと思うんですけども、中でもその宇宙旅行計画といったものは今後さらに活発化していくかなというふうに思うんですが、今回、対象とした太陽光射線被爆のリスクといったものがより高くなっていくと想定されるため、こちらの、研究の重要性というのは高まっていくんじゃないかなといって思っております。ただ今後に関してそのより詳細な運航計画に基づく正確なリスク評価が必要と考えておりますのと、あとは、今回過去 の、 その、2000年に遡り太陽フレア GLE の発生頻度と経済的リスク評価といったものを行いましたが、今後はその民間航空会社、などその関連機関等と連携し、アナさんとお話をちょっと進めているんですけども、より詳細で現実的なデータを活用分析して、未来の太陽フレア発生頻度強度リスク評価といったものを、行っていきたいということを1点、今後の方向性で考えております。また今回対象とした航空運航費用だけでなくて通信障害のソフトウェアに関しても本研究を応用していきたいということで、こちら自動運転など、そのコネクティブモビリティの、領域にもつながっていくんじゃないかなということで、ちょっとそちら、弊社の業務につながりますので、次は現在所属している IOE の、業務紹介をさせていただければと思います。まずですね、IOE 弊社はですね、テレマティクス自動証券のパイオニアとして先進性を追求とあるんですけども、皆さんご存知だと思うんですけども、テレマティクス自動証券っていうその自動車に、タグ、電子タグを、車載して、そのタグから取れるデータ、走行データ、例えばその危険強度とか、運転データをもとに、すごく安全運転をしてらっしゃるお客様に対しては保険料を安く転用して、逆に点数が悪いお客様に対してはちょっとそのままの金額であったり高い金額ということで、そのような反映をさせるということで、こちらテレマティクス自動証券のパイオニアとして一応先進性を追求している企業となっております。で、ですね、またさらに、最近ではですね、こういう、この概念はご存知かと思うんですが、社会との共通価値の創造ということで CSV を DX を用いて実現しようということで、保険について新たな価値の提供というものを、現在目指して商品開発など、サービス事業化を進めております、はい。で、それら CSV というものを、DX を用いて進めていく上で得られたデータやノウハウなどをもとにさらに新たな課題解決に結びつけるということで、 CSV から CSV への連鎖ということも考えておりまして、こちら最後のスライドとなりますが、基軸としましては先進性と多様性、地域密着という3軸に沿って、日々の業務を進めているんですけども、例えば先ほど申し上げたテレマティクス戦略といった先進性においては、テレマティクスだけでなく、このちょっと下の、左下の3つ目にあるんですが、世界初のリアルタイム被害予測ということで、CMAP というアプリや、ウェブサイトの開発などもしておりまして、また多様性という意味で申し上げますと、この真ん中の、資格なんですけども、オープンという会社が、ブロックチェーンを用いた決済プラットフォーマーで、そこの協議を進めたり、オプティマイント社という、AI を用いて、最適走行を、最適配送ルートの算出を行っている企業と、協議を進めたりなど、さまざまな先進的スタートアップとの協議を進めております。また地域密着という意味でも、400以上の自治体との連携協定ということで、こちらデータを用いて何ができないかというお話から始まったり、紙に書く連携による地域密着といった活動も、しております。はい、以上、弊社の業務が最後お勧めになってしまったんですが、そうですね、ちょっと特殊な例だと思うんですけども、2週間で、
行っていた研究が実際に、まあ、その在籍地だけでなく、終了後も実際に所属する企業で、まあ、サービスが商品化というところにつなげられないかということで社会テストを今まさに行っているところという、まあ、キュレバスの一例として今日はお話をさせていただきました。ちょっと大変激しくなってしまいましたが、ご清聴ありがとうございました。それでは最後ですね、総合生存学館の副館長の池田教授のお話をいただきます。はい、皆さんこんにちは、副館長の池田と申します。今日朝 の早い人は朝9時半ぐらいから、それから、まあ、午後から参加された方もいらっしゃると思います。長い間、いろんな話を聞いて、頭がまだサチュレートしていなければいいなと思っているんですけど、いろんな意味で皆さんも知的な好奇心を刺激できたんじゃないかなと思ってます。で、皆さんご存知のように世界は今分岐点に立っています。で、まあ、それは戦争のことであったり、環境のことであったり、経済のことであったり、いろんな問題があります。で、これは学問が個別の学問の発想で、いろんなことをやってきた結果生まれたものなんですね。で、これを解決するためには個別の学問のアプローチでは多分不十分であろうということは間違いないと思います。ということで、総合生存学科というのが、これまで、今日のように今日のように重要であったことはかつてありません。で、今後この傾向は必ず、継続拡大いたします。で、総合生存学というのは、いろんな人の話からお分かりだと思いますけど、分野横断的な話なんですね。学際性の一番難しいレベルの研究が分野横断研究なんです。で、これをやるのは皆さん学生が、主役になって、でここ の仲間教員と一緒に作り上げていく、そういう、はい、性質の学問です。ですので主役は皆さんだということです。もし自分でそういうことをやりたいと思っている人がいらっしゃれば、ぜひここに入ってきて一緒に仕事をしたいというふうに思っています。で、これからまだ終わりになりません。この下で、ちょうどこの真下ですね、階段をそこから降りてもらって、真下で4時まで各研究会から研究の紹介がありますので、ぜひそれを聞いて、いい施設で、すいません。いい施設ではないです。そうです。いろんなまだ話がありますので、もう一段階頭に詰め込んで帰ってください。はい、私からは以上です。どうも今日はありがとうございました。どうもありがとうございました。